反り腰や猫背が全然治らん。今回はそういった悩みがある方にぴったりなメニューになってます。代謝を上げるためや痩せるために体幹部を鍛えることはとても大切なんですが、一緒に加えてお尻を使うことが大切なんです。どんどんお腹を引っ込めて、息する時もお腹が出ないようにずっとお腹を引っ込めてください。お腹をずっと引っ込めることができれば、骨盤が立てられてぽっこりお腹が解消された姿勢を作れます。ぐーっと胸を張ってどんどんお腹を引っ込めます。うおー、 OK。 今度は正座です。腸腰筋が硬くなってしまうと骨盤が前傾しますので、この状態から右膝を後ろに持っていきます。このまま体をぐーっと後ろに反らせてキープ。これ、後ろ足の前もも、股関節が伸びてれば OK です。伸びすぎて痛い人はちょっと膝を近づけましょう。全然問題ない人は後ろにしっかり伸ばして。しっかり伸びてれば OK です。反対もいきましょう。片方膝を後ろに伸ばして反ります。伸びる。腰が少し悪い人はね、腰も少し伸びて痛くなるんで、そういった方はちょっと膝をね、手前に寄せてください。後ろ足の股関節から膝まで伸びてれば OK。 伸びる。それでは上を向いて寝ましょう。足を肩幅にしてお尻を少し持ち上げます。お腹に力入らないようにへそ下を揉んでいきましょう。スタート。下がってる内臓を持ち上げる感じで、どうですか皆さん、へそ下を揉む感じ。下がった内臓を持ち上げるとね、お腹引っ込みます。それでは足を組みましょう。できるだけ膝は開いてください。股関節が開くってことは骨盤が立ちやすいので、ぽっこりお腹解消ができます。この状態で腰を床につける感じでお腹を引っ込めます。手のひら2枚分ぐらい引っ込めてください。これで息を5秒間吐きます。それを5回いきましょう。あと1、2、お腹をどんどん引っ込めます。3、4、5、吐いて1、2、3、4、5、吸って吐いて1、2、3、4、5、吐く1、2、3、4、5、はい、吸って吐いて2、3、4、5。 OK。 反対足も一緒です。息吸う時もできるだけお腹が出ないように、引っ込めたまま息を吸って、腰を床つけたまま膝しっかり開いて5回いきましょう。あと1、2、3、4、5、2、2、3、4、5、3、2、3、4、5、4、2、3、4、5、5、2、3、4、5。はい、OK です。今のお腹をへこませる、腰を床につけるって感覚を覚えた状態で、今度は足をね、少しずつ動かしてみましょう。呼吸は一緒、5秒吐いたら戻します。スタート。こういう感じです。バッチバッチ。足はあんま伸ばさなくていいです。少しだけ伸びれば OK。 呼吸だけ合わせて5秒。腰が離れないように中に引っ込めたままです。
OK。 今度はチューブです。初級の方は起き上がったら足を曲げて戻る。中級の方は起き上がったまま抱えて戻す。繰り返していきましょう。呼吸は一緒です。いきます。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。ラスト。5、2、3、4、5。はい、OK です。それでは反対頑張っていきましょう。疲れた人はね、初級に変えてもいいです。初級の方は引き続きいきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。うわ、効いてきた。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。ラスト。5、2、3、4、5。うわー、腹に効いてきた。それでは下腹下腹部いきましょう。初級編の方は足を組んで1回ずつ寝ます。中級の方は体を起こしたままで足を動かしていきます。さあラスト、好きな方やってください。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。うーわー、いってー、腹いってー。どっちの足組んだか分かんなくなってきた。こっちか。さあラストいきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5。2、2、3、4、5。3、2、3、4、5。4、2、3、4、5。5、2、3、4、5。うわー、いってー、腹筋が飛んでいく。いってー。